はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限り使えるロマサガ2シーズンファイナルということで、今回からシーズンファイナルをやっていきたいと思います。で、今回は、レオンとジェラール皇帝の、台をやっていきます。で、前回も、お伝えしたんですけども、プレイ方針としてはまずもう初回にして最重要ジェラール皇帝ですね。で、ジェラール皇帝で7英雄を2人倒すということを目標にやっていきますので、まずはノエルのいるテレルテバを年代ジャンプを起こさずにジェラールで行かないといけないんで、戦闘回数は最小でとどめていきます。なので封印の洞窟はさっさと出る、戦闘はしない。で、倉庫には宝の山倉庫は宝の山、強い武器が眠っているので引き出していきましょう。まあ、剣は幻獣剣取り出すでしょ。で、クロスクレームは取り出して、斧はとりあえずいらんから、で、槍もいらない。イロリナは一応取っておくか。イロリナとグリムリーパーで弓がね、もうちょっと強いのが欲しかったけど、まあそれはしょうがないと。で、防具はまあざっとでいいよね、ざっとでいいんで、スーツ1個取り出して、あとは服だな、服はやっぱり重要なんでこれ5個取り出しておいて、で、魔力アップのやつを1つつけておきたいんで、これはソーモンかな、1個取り出しておきましょう。あ、これもいいな、地の指輪、せっかくだからね。盾がだから全然いいのがないんだよね。大盾って金属盾でしょ。で、ガーター系がもうレザーガードとターゲットしかないんで、まあやっぱり防具だな、今回は防具もしっかり作っていこう。で、ファイアボールはやっぱり覚えておく。金は260万か、結構あるね。じゃあ防具はまあちょいちょい合間を見て作っていきましょう。カブト。では、戦闘ライトボール、ファイアボールで、ベアはちょっと体重つきたいってきたいんで、パンチ、クロスクレーマーで、最初に覚えてる技がね決まっているんですけども、これは何に依存してんだろう、わかんねえ。アローレインやるのはいいね、強っウォッチマン戦サクッといこう。多分ライトボールで消し去れると思う。ライトボールか早ければアローレイン、どっちか。くらえ、ライトボール、ライトボールにしてはいい威力。これ流し切りのダメージによってさ、流し切りが1回なのか2回なのかって時があるよね。これ知らなかったんだけどさ、ビクトールのイベントっていうか終わった直後だと特殊なセリフが出るんだね。ベクター、お前は裏手に回った敵を一手に引き受けていたみたいな。クジンシー戦、いや勝てる気でいるよって言っても勝てないけどさ、皇帝の力見せてやる。ここ経験点手に入るわけじゃないんで、一応全力でいこう。鋼鉄の剣だけど。で、ジェラールはマジで何の取り柄もないんで、交流剣の威力見せてやる。そして水長剣、アローレイン、水長剣、制御許可し、これはたまらん、そりゃたまらんわ二段切り、あ、500当たるんだ。それでもアローレインはね、まあ、全体攻撃だからちょっと威力が低いのはしょうがない。ジェラールクソすぎる。交流剣1200、強い苦人士、まだ倒れないか、ならば倒れるまでやるのみ。矢の雨を食らえ。そして水長、本気を出さねばなるまい。やるな、さすが七英雄、この力をもってしても勝てないか。で、ここはアリエスを連れていきましょう。まあ、水のレベルもねちょっと上げていきたいんで、兜が完成。次なんか作れるかな、思いつきません。ゴブリンごときがこのアバロンを落とそうなどと、この矢の雨で貴様らは死ぬがいい。
まあ気にするな。私自身の力に驚いてるんだって。そりゃそうだよ。あのクソ雑魚だったのがこんなに強くなったかんね、いきなり。そんなことはどうでもいい。雑魚モンスターの巣などいつでも叩ける。父上の敵を討つのが先だ。ジェラール、力を手にして性格が変わったな。力は人を変える。金は人を変える。クジン氏、父上の敵。いや、こいつも強気だな。前回の俺らの強さを身にしみて体感したんじゃないのかな。ソウルスティールさえあればね、負けないっていう。それが傲慢なんだよ。クジン氏よ、先に二段切りが来たか。ゴー。これさ、ジェラール死んだらそりゃどうなんの。腕を上げたものだって大して上がってないけどね。ファイアボール来た。ここは経験点入るんで、ちゃんとパンチも上げていこう。で、いろりな百花繚乱も使っていこう。この顔は技はかわせまい。これさえあればなんとかなる。お前はそう思ってんだろう。しかしそれも水長の前の前ではこんなはずでは。そりゃそうだよ。浮かばれないな、クジン氏。さて、こっからがジェラールの勝負になります。とりあえずテレルテバまでは最短ルートで突っ走る。まあ、テレルテバっていうか厳密にはね、移動庫まで行くんで。で、やんなきゃいけないことが、まずは南バレンヌで格闘家のイベントを終わらせてティファールへ行ける情報を聞くと。で、ルドン鉱山を制圧して、でさらに南へ進出する。で、そこから、なんだっけ、モンスターの巣をクリアして、なんだっけ、あの南ロンギットへ行く。で、南ロンギットから、まあ、テレルテバへ行くというようなルートになります。で、そこまでを要は年代ジャンプしないで進んでいかなきゃいけないんで、まあ、今までもね、全然あの戦闘はしてないんで、ヒットポイントだけ見るとそんなに強くないかな。これを維持したままテレルテバへ乗り込んでいきたいと思います。で、術研究所はもちろん作りましょう。これはで、あとアバロンの木もやっておく。金は重要だからね。まだでもある。残り100万くらいになっちゃったよ。で、キャットのイベントは進めておく。あのジェラールで運河要塞はクリアしないんですけれども、フラグだけは立てておくと。で、ディープワン道場は技覚えたらいいなくらいの感覚で、あのジェラール時代って結局技道場が使えないんで、最初に覚えてる技以外は自力で覚えなきゃいけないんで、まあ、七英雄と戦えるまでにせめてちょっとした技は覚えていきたいと。死ぬな。あ、死なない。ただ、お、覚えた、ビーストスレイヤー。終わり。で、キャットイベントに関してはご無事でまで進めて、その後強行突破をしようとすると年代ジャンプを起こしてもイベントは継続すると。で、ここは別に退却してもいいんで退却します。これで OK。 ここはインペリアルクロスで押し切る。いけるっしょ。ちょっとさすがにパンチはやめて交流剣にしよう。剣組がどっちか攻撃できれば大丈夫だと思うんで、アローリーもそこそこは通るね。やっぱ水長剣強えな。何、しぶとい。これで終わりだ。交流剣。格闘家イベント終了。これで親父からティファールの話が聞けるんで、南のティファールに行って鉱山を制圧してきます。
鉱山のボス。本当はここが結構苦労するんだけど、火力で押し切ります。大丈夫っしょ。まあアローレイン打てれば終わるんで多分。来た、アローレイン。アローレインとライトボールのコンボがあればもう絶対でしょう。いやもうアローレインだけだったな。これで制圧完了。ここで年代ジャンプが起きないことは必須。はい、 OK。 でルドンを制圧するとこのおばあちゃんからルドン高原の話が聞けますと。その前に金回収しておこう。でモンスターの巣の情報を聞いて、でモンスターを退治すればいけますと。で、まあ、本来だったら多分こいつら直線するんだろうけど、一応スイッチを使っておくか。ライトボールじゃさすがに倒せないよね。無理だな。ただライトボールアローレイン全体攻撃コンボで倒せる。これで南ロンギットへ行けるんで、まあ、トバを経由してマーメイド行ってテレルテバということになるんですけれども、もうこっから年代ジャンプが起きるイベントは起こさないので、ちょっと仕込みをしましょう。で魔法研究所ができてるんで、さすがにギャラクシーはないか。でもソードバリアまで来たな。結構覚えておこう。回復魔法欲しいんで、あと単体用に太陽光線でしょ。でノエルはね、第2形態だとソードバリアが役立つんですけど、今回第2形態では戦わないんで。でジェラールの時代で作れるだけの防具は作っておきましょう。コテで足。じゃあちょっと防具をねだいぶ開発してきたので先へ進んでいきましょう。まあ、もちろんね全部は開発してないんですけれども、メインとなるものは開発しました。これで次の世代で、まあ、第2段階のね防具が割と揃ってるので、まあ、それをつけていきましょう。でマーメイドに到着したので、ここでは、まあ、恒例の魔女の祠のお話を聞いて、魔女に話を聞く。ここはやっぱ LP だね、重要だから。で1個買っときましょう。でメルー砂漠の話を聞きます。でメルー砂漠へテレルテバ到着。でここでのポイントはですね、まあ、モンスターたちが聖なる塔を占領してしまいましたということで、モンスターを退治するんですけど、塔が複数あって、これを左の塔で、これが真ん中の塔で、こっちを右の塔ってすると、真ん中の塔をクリアするとテレルテバが制圧できるんですよ。でテレルテバを制圧すると絶対年代ジャンプが起こるんで、テレルテバは制圧しないと。で今この現状だと移動庫に行ってもノエルがいないんで、ノエルを出現させるための条件としては、まあ、真ん中の塔を、ね、クリアしてテレルテバを制圧するというのもありなんですけど、左の塔か右の塔のどっちかのボスを倒すことによっても移動庫にノエルが出現するようになりますんで、まあ、今回はそちらのルートで進んでいきます。まあ、左か右だと別にテレルテバ制圧できないんで、年代ジャンプは起こらないということですね。で技が全然ないんで、ちょっとこいつを道場に技を覚えていきたいと思います。で気をつけなきゃいけないのが、砂漠だとヒットポイントが半分になってるので、まあ、全滅しないようにしなきゃいけないというところですね。であとインペリアルクラスにしちゃうと地理撃使ってくるんで、まあ、真ん中がまとめて3人おだぶつしちゃうんで、これ260とかすら死ぬよね。 LP 気をつけないと。生命の見つかけてもさ、これ181じゃ全然耐えきれないんだけど。蘇らせよう。引き際は身は謝らないようにしないと。パールクラッシュ223。お、覚えた。音速拳。
で、ジェラール覚えてもしょうがねえんだよ、そういえば。こいつ使うわけじゃないんだから。ちょ、ベア、回復させとこう。俺としては、体験で体験が欲しいんだよ、ジェームズ。こいつに何かしらの技を覚えてもらいたい。ギャッ。ただ音速拳はまあ覚えられるよねっていうのが分かった。 LP どう ?9 か。まあまあまだ大丈夫。ジェラルス世代はもうあと大してやることないんで、まあ、最悪 LP 回復薬買えばいいし。覚えた。流し切りってどんくらい強いの。でも流し切りってさ、確か腕力減らせられたよね。ノエルには有効か。じゃあ左の塔を制圧していきましょう。ここは外側から行けばいいのかな。攻略の方法は一緒。ああれ戻してねえや。で幻獣拳もさ、よくよく考えれば音速拳じゃなくて交流拳使えばいいよね。でまあ次の世代のため体験という意味だね。やっぱり次覚えたいのがあのサンドバイターでどこまで覚えられるか。次アローレインで死なないか。こいつらはアローレインライトボールのコンボじゃないと死なないっけ。で倒せね。え強くね。普通にこの火力を持ってしてもちゃんと炎も上げとこう。ファイアボールでウィンドカッターでしょ。パンチしとこう。パンチレベルも上げておく。で召喚レベルも上げておこう。生命の水210。無駄だ。77。全然無駄じゃなかった。じゃあこんな感じでこの塔も制圧していきましょう。でここも固定敵がいるんで固定敵を倒しましょう。リザードか。これも結局ライトボルトアローレインで一掃できるでしょ。てかアローレインで一掃できるな、こいつらだったら。で OK。 特にセリフはないんだけど術種が手に入ります。でこれで塔の中の敵はいなくなるんで、宝箱とかはねもう最初から開けられてるんで、外を経由すると確か人型の敵は残ってたはずなんで、塔の中を経由して帰った方が楽かな。ここに祭壇みたいなのがあるね。でここに出て OK。 でまだ制圧はされてるんだよね。だからじゃあちょっとお試しで移動庫に向かいましょう。一応イロリナの星は取っておいて、でノエルと戦う。でまあこれ練習だから、例によってどれだけノエルとの実力差があるのかをちょっと確認する。これちなみにさ、最初引き上げたじゃん。その場合ってピチエイユ倒したことになるのかな。ちょっとわかんねえけど、命が必要。ジョークよ、ジョークって。その通り。で最初は、まあ、多分大丈夫だと思うんだよね。1体ずつしか攻撃してこないから。でなんか本気モードになった時どうするか、なんかないかな。霧がクレームをやっても意味ないし、体力吸収をやってもしょうがないし、ミサイルガードも別に弓矢とかの攻撃でしょ。体力吸収でいいや。どれくらい当たるんだろう。でちょっと全部試してみよう。まずは風浪剣から。でこれは流し切りだよね。でビーストスレイヤー、待って待って、流し切りまずいか。カウンター食らいそうだな。よくよく考えたらそうだよ。こいつちょっと待って、もう一回考えよう。体力吸収大丈夫だ。魔法は大丈夫で、風浪も大丈夫でしょ。これ関節技だから。で水長剣ってどうなの。いや流し切り撃とう。でビーストスレイヤーも大丈夫。問題は流し切りだな。これでカウンター食らいそう。とりあえず大丈夫。1200。
400、体力吸収200、キック、ガードして300かよ。めちゃくちゃ食らうな。月光で一応よみがえらせておくか。じゃあウィンドガード流し切り、ビーストスレイヤー、相手がカウンター作ってきてれば別に1人しか死なないんで、流し切りがカウンターされてもそばっと500とか、1人死んで1人蘇らせる、このパターンだな。だどうせ死ぬんだったらさ、ジェラールが攻撃して生命の水で蘇らせよう。あれ風浪剣いくつだったんだっけ、いやわかんない、交流剣で太陽光線も700か、そうだね、太陽光線で攻撃した方がいいや。普通の攻撃231、耐えた。やはりヒットポイントは大事だ。そろそろやめにしませんか。でやっぱ体力必要なの、ベアは体力とか防御力があるから回復させておこう。で攻める、音速は成長いくつだった、ビーストスレイヤーじゃなくてさ、いろりなつかを百花両乱だっけ。1100かわんで、ダメだ、329は耐えられんわ。やっぱり今度はよみがえらせるから生命の水で流しのこっちだな。これカウンター食らう恐れがあるんだよね。スネークショットだったら大丈夫か。ちょっとスネークショットがいくつ当たるか。まあ、流し切り強いわやっぱり。水晶とそこまで差があるかって言われたら微妙だけど、400変わんねえ。あれ攻撃されてない、今もしかしてカウンター状態だった。交流剣がいくつ、そっか、両乱がいくつ。太陽光線意外に強いからね。639、あんま変わんねえな。あーカウンター食らった、649。まあまあ一人の死亡で済むんだったら全然大丈夫。交流剣1000、交流剣でいこう。やっぱり太陽光線はダメージソースになるからやる、回復は任せる。じゃあ百花繚乱も危なかったな、大して違いがあるわけじゃないんで、まあ、これでね百花繚乱が1000くらいいってくれるんだったら多少危険を犯してもやったけど、600だからね。じゃあ安全にビーストスレイヤーでいいや。交流剣がまあ1000いかないまでもまあ1000くらいは当たるか。っていうかさ、ジェラールさ術ポイントなくなっちゃうね、かなり危険だな。ここは攻め時だな、全員攻撃しよう。最悪カウンター状態だったとしても死ぬのは上の帝国軽装歩兵だけ。おお来た、カウンターいった耐えきれんマジで。6やばい、まあ、やばいって言っても倒せるわけじゃ、これだけだったら倒せるんですよ、これだけだったら。こっからなんか本気モードになると全体攻撃を仕掛けてくるんで、これヒートハンド打ってからの攻撃方法が変わるんで、だからできれば火力で押し切りたいんだけど、火力で押し切るだけの火力を持ってるわけではないからね。でどうせ死ぬのわからないから、攻め時のところは攻めよう。ちゃんと1体死んで1体復活させるの、この連続だったら LP が持つ限りはなんとかなるから。LP もまあ最悪ね、10くらいだったら買えるんで、 LP 回復薬が一応15回までだったら買えるのかな。でも
さすがにね、ジェラールの代で15回使い果たしちゃうのはもったいないんで、多少残して、ガセキ流か、これだ。あっちゃったく、つえこれダメだまあどうせなんで、いろいろイベントを進めましょう。進められるやつね、年代ジャンプしない限り。で、ここはマーメイド。夜になると踊り子が来る。お客も増えてラッキーということで、ジェラールも勧められたよね。で、なんかこう出たり入ったりしていくと確か日が暮れるはずなんで、ほら夕方になった。で、夜になって、夜になると、あ、なったね。夜になって踊り子。どっか行っちゃったと。で、これを3回やる。これ2回目。エロジジイどもが。これが3回目。来てくれるのね。で、後ろから出てくので、そのまま追っかけていくと。これ一回普通に外に出ちゃうと、もうイベント進まなくなっちゃうんで、なにーみたいな。あなただけには見られたくなかった。ばっちゃん、なんとかしてくれ。人魚薬、そいつはちょいと難しい。トバのウミツバメの巣、サバンナの卵の殻から、アクアコの水、1万クラウン。なるほど。っていうかさ、これあれじゃん、そういえば。サバンナの卵の殻ってさ、パイロヒドラと戦わなきゃいけないからさ、結局自分たちが強くないと、先へ進めない。あと、アリも倒さなきゃいけないんで、やはり先へ進むためには何はともあれ、自分たちが強くならないといけないってことだね。ウメツバメの巣をゲット。これは前回シーズン2だっけ、シーズン1だっけ、どっちか分かんないけど取ったんで。で、問題はサバンナの卵の殻とアリで、ちなみにサバンナは別にメル砂漠経由で行けるんで、こいつら厄介だけど全力を持って倒そう。全滅することはないでしょう。モンスト剣から何か覚えないかな。だってこいつは結構技術点がね、高いからね。やべ、3人死ぬ。この2発で何とかしてくれないと、全滅しないとか言っときながら。強い。208。今の敵に比べれば、技術点高いけど、赤いやつがね、やっぱ500くらい持ってるんで、こいつで稼ぎをするのも、ありかな。で、ビハラを経由して、まあ、ビハラはちなみにワイリンガ湖が左上にありますと。で、サバンナ。で、サバンナに行けるってことはステップも行ける。で、ステップに行ければ牧音倒せんじゃねっていうのがあるんですけど、実は牧音倒せなくて、イベントが進まないんですよ。あれ？てか、卵の殻ここになかったっけ？ちょっとわからん。調べよう。なるほど、ハンターが教えてくれるみたいですね。大きな卵を産む鳥の巣はないか。そういう巣は減ってしまいました、モンスターのせいで。てかさ、パイロヒドラが守ってんだからなんでそれを駆逐するほどのモンスターがいるのか。東の方の木がたくさん生えているところへ行ってみるといいでしょう。サバンナもモンスターが増えて大変だな。でもそれは大した敵じゃない、アリが敵で。ここですね。お、いけるいけるいける。あんじゃん。あ、
なるほど、こいつの卵ではないのか。やめろ、卵をよこせって。完全に自分のことしか考えてねえな。こいつはまあ普通に強いから当たり前だけど、ウィンドカッターとかでなんとかなんとか術なんとかしたいよね。もう少し交流剣、流し切り、ビーストスレア、ミナシネアは効かないでしょう。フレームリープでね、麻痺してほしい。しないか。で、線でしょ。痛い。200とか。見きたー、よっしゃ。やっべや、強え。インペリアルクロスいいな。1200、400回復か。で、月光で回復させよう。なんか特に有効なものがないよね。交流剣と流し打ちの両方は入ってほしい。流し切りで1400、マジで強い。よし、倒した。2ターンで肩がついたな。1109、技術点だっけ。火の術、卵を奪っていったらモンスターと同じ。だが卵は欲しい。そんなことはできない。これ確か結果両方同じなんだよね。で、ちなみにこのままね、卵の殻を取らないで出るともう一回戦えたはず。まあ、別に戦いたくないからあれだけど、技術点稼ぎにはなる。あれだー、パイロヒドラを倒せたんだ。アリも倒せるはず。駆逐してやる。あ、塞いじゃったよ、間違えて。仕切り直し。あと助けてやろう。てかね、ターンソルジャーがね、結構経験点がいいんだよね。250くらいくれるんで。で、大して強くねえし。いや、初期状態でくればそりゃ強いんだろうけどさ。これで一掃できるから。これで257はでかいよね。お前も助けてやろう。あの砂漠にいるヘビが1体500なんですよ。でも砂漠だとヒットポイントが半分になるんで、地熱撃食らうとほぼほぼ死ぬんで、それを考えれば、ね、2回戦えばもう500点に入るから、なかなか美味しい。ではクイーン戦、倒せるか。基本的に単体の火力は高いから、全体攻撃さえしてこなければいけるとは思うけど、やっぱ火力はベアとジェームズなんだよね。太陽光線できたぞ。当たる。800か。ジェナールもだいぶ強いね。流し切り1300。こいつヒットポイントいくつくらいあったっけ。骨砕き50。弱、なんか倒せそう。クイーン恐るるに足らずだな。一応ちょっと50でも回復しとこう。生命の道でベアのヒットポイントは最大に保っておきたい。やっぱ壁だからね、こいつが。チョンバ、これは全員か。いや、それなりに食らう。2回食らったら結構致命的。誰かゼロだったけどね、一番後ろのやつか。で、これでまあベアは大丈夫でしょう。で、回復薬としてジェラールとかは残しておきたいから、月光で自分を回復させよう。で、なんか知んないけどアリエス減ってないから、ジェームズだな。火力を確保する。で、テレーズは1回、こいつジェームズだ。テレーズは一回自分で回復しよう。何気に生命の水持ってるから。今回回復回、単体攻撃をしてきた時が攻撃のチャンスだね。超音波か。1人、269。いやー、回復しといてよかった。30か。月光で全開すんのかな。こいつ大した火力じゃないから、一応生命の水でやっておいて、念には念を入れて、で、百花繚乱。
かリューラの方がちょっと火力が高かったと思うんで、まあ、言うてもちょっとだよね。チョンパ、あ、これででもベアが回復できる。倒した。1800、まあ、このくらいで倒せるのか。 OK。 でこれ別にね、ハンターに話しかけなければ年代ジャンプ起きないんで、ハンターはシカとしておく。イベントだけ先へ進めましょう。ではアクア湖に来て水を汲みましょう。綺麗な水だな。まあ、汚い手で触るなと。この水が必要なんだ。月光の櫛を持ってきて。アクア湖の水を清める月光の櫛。月光の櫛、誰が作るんだ。平和になってる。っていうかさ、あの月光の櫛のイベントを進めてから有田を倒せばよかった。一時戻ってきたかんね。二度手間だよ。しかも全然制圧してないからさ、あのメル砂漠越えてきてるからね。超めんどくさい。月光の櫛が必要なんです。お願いできますか。金、まあ、この壺に集めてきてくださいと。でここが満月でなんで、ここに泊まると月の光が集められます。これ他にも半月星とかがあるんだけど、そこだと月の光がいっぱいにならないんだよね。あくまでも満月じゃないとダメ。ではこれで大丈夫。これだけあれば十分。金も十分。できた。月光の櫛。これでルドン高原に戻りましょう。超めんどくさい、はっきり言って。全然制圧してないから、そもそもアバロンからさ、ここに来るまでもすげえめんどくさかったからね。再びアクア湖。これでようやく月光の櫛。これで水を清めることができる。あなたのせいはよくわかりました。今後はあなたの力にもなりましょう。よし、アクア湖の守り手、ばあちゃん持ってきたぜ。できた。人魚薬、人魚薬、どっちか知んないけど、ようやく手に入れた。水中で何をする気じゃ。宝探しかい。人魚に会いに行こうっていうんじゃなかろうね。へへへ。3回使うと陸には戻れなくなる。気をつけな。わかった。で俺がこの人魚イベントを進めてたのは、別に人魚に会いたいわけじゃなくて、このイベントを進める上でモール族と、まあ、あとねハンターもね、もうすぐ仲間にできる状態になってるし、ネレードも仲間になるんで、まあ、仲間集めが全てですね。ただせっかくなんで人魚薬を使いましょう。ジェラール、お前も好きだな。あれ、これ自分で動かなきゃいけないんだっけ。なんかいる。怪人と陸人の恋、いつか分からなければならない定め。それは分かっている。来てくれたので嬉しい。連れ去られた。ふーって怪しいセリフだな。楽しかった、さよなら。なんかすっげー魚が暴れてんだけど。まあいいや、帰ろう。もう二度と会うこともないだろう。俺にはノエルを倒すという。ちょっと待って、ここでもう一回。あのちなみにこれ3回使うと本当に戻れなくなって年代ジャンプが起きます。まあ俺は人魚には興味ないから、嫁にしか興味がないからね。嫁を出すためにノエルを倒す。今の目的はそれだけ。打倒ノエルで、ヒットポイント的にはまあ300前後といったところで、まあ、ノエルの攻撃に耐えられるかって言ったら微妙なんだけど、術でセルフバーニングを覚えてきました。まあ、ジェラールは確かもともと早めに覚えたんだけれども、で、あのノエルが本気になった時に使ってくるあの赤竜波全体攻撃なんですけど、それがねセルフバーニングで防げるみたいなんで、ジェラールとベアとジェイムズにセルフバーニングを覚えさせてます。でテレーズとアリエスはもう水を持ってるんで、ちょっとまあ水主体でいこうかなと思ってます。でやっぱジェラールがね結構長いんで、
動画を編集してみたところもうそれなりの時間を経っているので、今回はここまでにして、次回はジェラールデ・ノエルと戦うところからやっていきたいと思います。まあ、本当はね1回1工程ずつくらいでやっていきたかったんですけど、多分次の工程とかすぐ終わるんで、あのジェラールがかなり仕込みをしてるんで、その回収をするという作業だけなんで、まあ一応ジェラール、第1回目ファイナルシーズンですね、ここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。